こんばんは。こんばんは。ゆみりんが11時15分をお知らせします。こんばんは。14分かと思った。あ、やっぱり14分になってる。なんか間違えて、間違えて始めちゃった。しっかり。あ、15分になってるわ。よかった。顔のコンディションいいね。本当に。もう眉毛とリップしかしてないです。そうです、 Wi-Fi なので落ちこたえれるかわかんない。今日は頑張って。 Wi-Fi がいっちゃんかわいいよ。言いたいことがあるんだよ。やっぱり Wi-Fi かわいいよ。お願いします。あと45分間頑張って。眠い、あ、眠い時は寝た方がいいですよ。私今日は眠たくない。別に昨日めちゃくちゃ眠たかった。すぐ寝たあのあと。そう、なんかこれ袖のとこなんかね、なんかこうなってるの。え、あ、その役袖かわいい。本当にありがとう。でもちょっと短すぎて二の腕隠れないんです。これ二の腕出ちゃうや、一番太い部分が出ちゃう。二の腕のこの辺まであってほしかったな。ちょっと二の腕が出ちゃう。そう、今体操座りしてます。私結構ね、台が低くって普通上からこうやった方が漏れるんですけど、なんかちょっと、あ、これとかいい。どうだ。あ、いい感じ。どうだろう、なんか不安定だな。三脚アームがあるといいな。あ、ありますよ。あるけど机が低いから、うち三脚ないと視聴ルームなんてやってられないよ。全然ね、立て出すものないから、うち三脚はこれ贅沢に300円のやつです。いつも100均のやつ使ってるんだけど、これは300円ショップで買いました。むちゃくちゃいい気がする。多分あまり変わんないけど、
なんかいつも100均のやつ使ってるから、そう3倍もお値段しました。ちょっと頑張って買いました。300円のやつをめっちゃ頑張って買った。もうこれ買ってから私もやし食べれないかもしれない。ショールームはセッティングに時間かかるって、まあ、人それぞれなんじゃないですか。私は別に壁に向かってだから別にあんまり角度も気にしてないんで、あの三脚に携帯をセットしたら終わります。終わり。ただ携帯を冷まさないといけないからしばらくは携帯が使えないです。iPad はないです、残念ながら。そんなものを買うお金はないです。わかった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 よ。わかったわかった。はいはい。はいはい。はーい。わかったわかった。バイバイ。今日もにぎやかですね。イミリになら何でも買ってあげたい。あー、家家が欲しいです。じゃあ明日はもう金曜日だから嬉しいです。おー、そうだね、金曜日だね。明後日は自転車で走ります。今月はすごく、あ、タワーマンションがいい。タワーマンションがいいです。はい。あ、シルバニアファミリー。サイクリング頑張ってありがとうございます。はい。そんな、だってタワーマンションなんだなんてもう自分のお金だと一生多分住めないので、人のお金だったら住めるかもしれない。自分ではそんな、はい、自分の努力だけではタワーマンには住めないので、はい。あ、ちなみに言っとくとちなみに言っとくと、もし万が一
タワーマンション欲しいって言ってるからじゃあ買ってあげようってもし万が一思った方、タワーマンションは受け取れないので1万円以上のプレゼントは受け取れないのでごめんなさい、お気持ちだけいたらはーいってありがとうございます。せっかくそう残念、そうありがとうございます。明日不動産屋さんに行こうと思ってくださった方、あとは自分のタワーマンション今住んでない部屋があるから貸そあげよっかなって思った方もごめんなさいお気持ちだけ受け取ります、ありがとう。先に教えてもらってよかったごめんなさい、ありがとう。そう、お気持ちだけ。1001円のものもダメですか？多分ダメ。結構ね、この辺厳しい気がする。私は何もわからないんですけど。わかんない。9999円はいいんじゃない？1万円はいいのかな？ 1 万円はセーフ？あ、消費税ダメ説もあるんだ。へえ、そうなんだ。まあ、もし万が一この辺知りたい方は、ぜひ ST48 さんのって、ST48 の、その、なんか、事務所まで。レシート提出しないから値段なんてわからない。なんかわかるんですよわかるんですよ、はい。あ、税込みで1万800円までなんだ。へー、らしいです皆さん。まあ私がいいって言ってももしかしたらダメな時もあるので、まあ本当に知りたい方はぜひ、はい、事務所まで。千羽鶴とかはいいの？え、いいと思いますけど。いいと思いますけど。はい。エビのことを思って千羽おりましたみたいな。え、全然いいと思いますよ。だって1万円以内です。あと大きさのなんか上限もあった気がするな。うん、あ、手作りが、そっか、手作りがね、なんか手作り商品もなんかどこまでが良くてどこからがダメ説あるから、そうそう、なんか手作りダメだった気がする。お守りとかに、あ、お守り結構っていうか、そう、お守りはいただきますね。なんかそう、例えば船が出航するから、その船の神社でお参りしてきたよとか、なんかそういただいてるから多分 OK。中古も1万円の iPad は OK です。iPad 自体が電気製品がダメなんですよ。そうなんです。だから、ちょっと受け取れないですね。お気持ちだけ、本当にお気持ちだけ受け取ります。ありがとう。コンピラさんかな？あ、コンピラさんはね、個人的に持ってる。
リミリンがもらって嬉しいプレゼント。私ね、お手紙がすごく嬉しいです。なんかすごいザ・アイドルみたいなこと言うけど、なんかはい、そうなんです。お手紙がめちゃくちゃ嬉しいです。いいこと言うな。そうなんです。え、最近出してありがとう。字が汚くても大丈夫。え、めちゃくちゃ大丈夫です。頑張って読みます。頑張って読みます。はい、なんかそう、字がどうしても気になるからってこう打ったやつを紙にしてくださる方もいるし、まあでも手書きが嬉しいですね。嬉しい。握手会場ではね、お手紙は渡せないね。リプと手紙どちらがいい？あー、どっちも嬉しい。でもなんかそうだな、お手紙だとうちに残ります。うちにリプだとインターネット上だけど、そう、字が可愛い私ですよって、ね、女性の方とかすごい可愛い字の人とかすごい読んでても楽しい。でもなんかこう、なんだろう、頑張って書いてくれたんだなとかもすごくなんかすごい嬉しいんです。40歳のおじさんだけど読みます、40歳なんだけど応援してますって言ってくれたらめちゃくちゃ嬉しい。燃やして成仏させるのって、あー、最初からもらったお手紙を全部、最近もらったのとかだとここの家にあるけど、そうだな、1年間いつまでのかな、でもある程度貯まったら実家に置いてます。実家にの箱に入ってます、お手紙が、そう。だからなんだろうな、ずっと握手会行ってたけどちょっと行けなくなったなーとかもしあったら、そう、お手紙とかでも全然嬉しいし、そう、なんだろう、例えばショールーム読んでますとかもすごいもらいますよ、お手紙。ショールーム見てるよって。犬の封筒が多いの。あのね、私ね、なんかすごい不思議なんだけど同じ封筒をよく見るの。なんかすごい綺麗な封筒で、そう、それ私っぽいのかなってすごい思うんだけど、なんだろうな、すごい嬉しい。そう、私好みなの、それしかも100均とかじゃなくってね、普通のエンボスタイプの、エンボスって言ったらわかるかな、なんかそう、別の方から、全然なんかちょっとなんか模様がボコってなってたりとか、なんかそうちょっといいやつ。あ、人と被りたくないよね、オタクは。あ、そうなんだ。そっか。でも大丈夫、それ私しか知らないから。私しか知らないから大丈夫だよ。うん。私とその人だけの内緒。どこに送ればいいの？ STU 運営 AKS。 あ、私はですね、 STU 多分ね、 STU 所属なんで、事務所は、はい、
なので STU 宛てに、なんかね、詳しくは STU48 ファンデーター宛先で検索してくれたら、多分なんか公式サイトとかに載ってると思う、住所が。N ゲージ集めてます。あの棚の一番上が N ゲージスペースです。お返事はね書けないんですよ。そうなの。ファンデターって劇場に持っていくんじゃない、あ、劇場でも受け取ります。ただ私たち今まで劇場がなかったので、はい、そうなんです。その郵便でも受け取れますよ。便箋1枚までですか。いやいやいや、もうなんかすっごい膨らんだ封筒とかもあるめちゃくちゃ。でも全部読んでます。心の返信もらったつもりで、そうだね、心で返信してます、ありがとうって。返信したいんだよな。だから私もしいつか総選挙があって、総選挙の公約とかあったら、ファンデター返信しますとかしたい。めちゃくちゃ大変だろうけど、めちゃくちゃ大変だろうけど、名前は書いていいの？あー、なんかでも例えばショールームこの名前でやってるよとか、あだ名で書いてくださる方もいるし、まあもちろん本名の子もいます。そう、返信はねできないんですよ。したいんだけどね。うんうん、ジュースさえあってればユミリン様で絵でも届く、届きます。ただその滝の由美子様って書いてくれた方がこうスタッフさん的には親切かな。うん、そうなの。あ、匿名希望でもいいよ。いつもショールームを見てる匿名希望よりとか、はい、そうだね。あとはそう、全然悪口とか書いたら普通に多分届かないんで全然書いてくださいはい、そうなんです。そう、住所とか書いてくださってる方はやっぱりこう、なんだろうな、プライバシー保護かでちょっと私たちは見れないようになってます。そう、わかんない、届くかもしれない。その多分遠回しに悪口なら届くかもしれないけど、明らかになんか、なんだろうな、お前マジでセンター向いてないんだよ、お前なんかアイドルやめろクソがとか書いたら多分届かないんじゃないかなはい、住所書いて、封筒の後ろは住所書いてたり、大丈夫です。でもそうなんです、さっきも言ったみたいに、そう、なんだろう、住所とか電話番号とか書いてくださってありがたいけど、やっぱりね、そう、そこはちょっと見れないようになってます。ちょっとね、プライバシーの関係で。縦読みだったらバレる？
わかんない、もし縦読みで悪口書いてあったらまずスタッフさんに言って、なんかこんなこと書いてあるんですけどって言って、その人の住所が書いてあったらちょっともうその住所は黒いリストに入るかもしれないですね。はい、あ、たまたまだったらすごい、それは。じゃあちょっと皆さん、お手紙書いた時に縦読みで悪口書いてないかちょっとチェックしてみてください。で、偶然ね、そう、偶然なって私が勘違いしたら嫌なんで。あ、励ましのコメントします、ありがとう。すごい、本当にさ、あるのかな、ブラックリストとか。ね、よくいろんなとこで言うよね、お店とかでも、このお客さんはブラックリストだとかあるのかな。皆さんのとこはありますか？皆さんの会社にブラックリストはありますか？あるの？あるんだ。へー、あ、そうなんだ。私都市伝説かと思ってた、ブラックリストって。そうなんだ、そんなにみんなの会社にあるの？あ、ないところもあるんだ、会社にありますって。へー、ゲーム開発会社はあるの？業種によって違う。そうなんだ、バイト先には出入り禁止の人いたよ。へー、そうなんだ。あ、クレジットカードの審査と一緒？へぇ、金融業者はあるんだ。へぇ、へぇ、なんかそうなんだ、なんか都市伝説かと思ってた。そうなの？そうなんだ。へぇ、そうなんだ。髪というか口伝いでここは気をつけてって。なるほどね。そうなんだ。振り付け覚えるの早い、めちゃくちゃ遅いんです、めちゃくちゃ遅い。僕もブラックリストになりたい。あ、じゃあはい、頑張ってください。頑張ってください。へえ、そうなんだね。乗らないように気をつけなくちゃ。まあでもあれじゃないですか、普通に普通にさ、日常生活送ってたら入んないんじゃない？そんなことないんじゃない？普通に生きてたら。ね、そっか、普通にしてたらないかな。まあそうだよね、普通に生きるってなんだろう。人に迷惑をかけない、僕はブラックリストはないけどお客さんにあだ名つけてた。面白そう、あの人カッパーだからマルコちゃんみたいな。
通が一番難しい。そうだね、普通が一番難しいよ。はい。自分に恥ずかしい生き方。そうだね、孫に恥ずかしくないような生き方をしたいです。お宅にあだ名とかつけてるの？あだ名で呼んでって人は、あだ名、あ、そういうあだ名じゃなくって、さっき言ったみたいにこの人おかっぱだからまるこちゃんって呼ぼうみたいな勝手にはないかな、勝手にはないかな。そう、ただ握手会であなたなんちゃらって呼ぶねとか、なんちゃらって呼んでとかかな。そう、お互いのなんだろう、相互があってかな。握手会は若い人が多いですか？あ、はい、若い人が多いです若い人が多いです。むちゃくちゃ。そんなことないよって言われたそんなことないよって言われた。はい、若い60歳は、はい、60歳以下。そうですね、だから若いです。はい、うんうん、50歳以下は若い方、あ、若い方だと思いますよ。うん、あ、由美子が、そう、由美子が思う若い人だから、そうそうだよ、若いよ。そう、気持ちは若いやつ。そう、人間100歳まで生きるもんね。そうだよ、人間100歳まで生きるからね。みんなまだまだだよ、人生。みんなまだ若いよ。若いよ。17歳でも大丈夫ですか？それはね、若いそれは若いね、それは若いへへ50歳は若いよ、若い若い17歳の方はぜひお友達に広めて、はい、お友達をたくさん連れてきてください。ぜひ学校で広めて、 STU を、高校とか、頑張れ10代、頑張れ10代。握手会に年齢なんて関係ない。まあそうですね、基本的に握手会に年齢は関係ないよね。別にそんな、なんだろう、別にさ、そんな若い方が時間長いわけでもなく、上の方が時間長いわけでもなく、みんな同じ時間しか喋れないんだからさ、ね、いっぱいお話ししたいよね、本当に。そう、別に私の例、年齢制限ないんで、身長制限もないし、年齢制限もないし、別に何の制限もないです。見た目はね、関係ないよ、人間。強いて求めるんだったらやっぱり愛のある人がいいですね。
学校でミリの写真持ち歩いてみんなに自慢して、よくやった。もう可愛いと思った写真全部学校に持っていきな。もう黒板に貼っといていいから。愛しかない、すごい愛しかないコメントありがとう。ありがとう。先生に怒られそう。じゃあそのタイミングで先生にもひろみを。なんだいこの写真は。あ、その写真は ST48 の滝野由美子ちゃんで、1997年9月24日生まれ。ファーストシングルとセカンドシングルセンターを務めていて、あと山口県出身なんで、身長は164センチで、坂道グループ48グループ最速で表紙グラビアをしたらしいですよっていう。ST48 っていうのは瀬戸内7県を拠点、瀬戸内7県っていうのは山口県、広島県、岡山県、兵庫県、愛媛県、徳島県、香川県の7県で、4月16日から船上劇場っていう船の公演やってて、48グループって劇場公演があるんですけど、ST48 は船の上で公演してて、しかもこれはなんと世界で唯一らしいですよ。って言ったら多分先生は怒りが収まると思う。そこまで喋らせてもらえるかどうか。なんかちょっと待ってください、まだ喋ってるんで、それでって、それで。ST48 モデルやってる子もいるし、あ、インスタやってる子もいるし、ツイッターやってる子もいるし、あ、先生よかったらあれじゃないですか、なんか SNS とかフォローよろしくお願いしますねって。滝野美子ちゃんもなんかツイッターやってるみたいですよ。ゆみやんこ YUMIANKO、 まあ滝野美子で検索したら多分出てくると思います、ツイッター。ノリのいい先生ならいいね。職員室行きたい。職員室とかもうなんか失礼します、はい先生聞いてください、先生方今日もお仕事お疲れ様です、今日はじゃーん ST48 の写真を持ってきましたって感じで、先生が集まってるなんてもう先生にアピールするチャンスじゃないですかね。ちゃんと話し終わったら、ご、なんだっけ、ご視聴じゃなくってご聴講なんだっけ、ご聞いてくれてありがとうございますって、ご聴講なんて言うんだっけ、なんだっけ、あ、ご清聴、ご清聴ありがとうございました、失礼しましたって言ってドアを閉める。完璧、終わりよければ全てよしだからね、最後が重要、みんな聞いてくれてありがとうございますってちゃんとご丁寧に言ってね。パチパチ、はい、そう、勝手に帰る、そうだよ、相手に何も言わせない。職員室では静かにって言われちゃうかもしれないでしょ。あ、職員室にブルーシートかぶせて帰りましょう。いつも今日 ST48 後にご乗船ありがとうございますとか言って面白い、わろさわろさ、あ、旗置いていこう、いいね、いいと思う。
先生の机に、あ、ね、それかさ、宿題にさ、なんか写真貼っといたら、はい、ノート回収しますみたいな感じので、ノートの最後に、なんかよくあるじゃん、中間講座とかでさ、ノート展とかない？ノート集められてノートちゃんと取ってるかみたいな、ノートの最後のページに、先生ノート最後まで見てくれてありがとうございます、いつもお仕事お疲れ様です、先生がお疲れだと思って今日は ST48 の写真を貼ったのでぜひ見てくださいって、いいじゃん、ね、ちなみに社会人の方はこれを上司の方にやっちゃうとちょっと次の日からの仕事が気まずいのであんまりおすすめはしない、これは学生だからできたこと。そう。ちょっと会社でやっちゃうとのは私は責任を負いかねません。学校なら半分ぐらい責任を持つ。滝野由美子がショールームでやってたからやりましたって。先生じゃあ本人に直接聞いてみてください、握手会でって言って次の握手会の予定をスムーズに進めるのマリがセット。はい、13位、ズームレンズさんありがとうございます。第12位が石井蓮さん、なんか神吉美子大好き、指原感謝祭行ってきた、あ、いいなぁ、ありがとうございます。第11位がふにゃんいさん、ふにゃんいさん、黒にゃんこさんありがとうございます、カムサハモニだ。第10位が杉谷さん、今日七並びありがとう、ハピネス、おお、ありがとう、七並びやってくれて。第9位が元気さん、ありがとうございます、元気いっぱい。第8位が、ゴーシバさん、今日も可愛すぎて天使大工作り、斬新、おやすみありがとうございます、おやすみ。第7位がナオさん、今日もありがとう、あ、うっそ、変わった。第10位がアルトさん、ナユミーナありがとうございます。第9位がタピさん、ありがとうございます。8位は読んだね。第7位、ナオさん今日もありがとう、今年は去年よりティフ楽しむぞ、夏早くね、嬉しいですよね、 ST48 ティフ決定しました。第6位がリキヤさん、今年は暑くてもティフ行くぞ、ティフね、私も行きたいです、ティフ楽しみ。第5位がスランプくんさん、今日もユミに配信見れて幸せ、早く会いたいのね、早く会いたいです、ありがとう。第4位が KT 侍さん、なっちゃん神吉 DG、 あ、ありがとうございます、私と一緒だ。第3位が大先生さん、明日は塩焼きそばとプリン作って食べるの、おお、ユミココア、ありがとうございます。第2位がマーボーさん、よいしょ、最近ココアちゃんと仲良すぎませんか、裏山、お、ユミココアですね、じゃあユミココア推しにありがとうございます。第1位が片源さん、カールさん、また手紙送ります、お待ちしてます、ありがとうございます、ありがとう。なんだかんだ最後まで経済が持ちました、よくやった、ありがとう、経済ありがとう。それでは皆さん最後までありがとうございます、見てくださって、明日も一日頑張りゆみりん、おやすみなさい、バイバイ、おやすみなさい。